カール・ハインツ・シュネリンガーは、ドイツ出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。1960年代のドイツを代表するディフェンダー。屈強な体と、豊富な運動量を駆使したプレーを特徴とし、主に左サイドバックを担当したが、右サイドバック、ストッパー、リベロとしてもプレーができる、ユーティリティプレイヤーだった。クラブレベルでは、選手生活の大半を、 イタリアで過ごし成功を収めた。シュネリンガーはデューレンで生まれ育ち10歳の時に地元の SG デューレン99の下部組織に入団した。1956年にデューレンのトップチームに昇格すると、1957から58シーズンの2リーガベストでは21試合に出場し6得点を記録した1958年に 1FC ケルンへ移籍すると、 ハンガリー出身のサボーペーテル監督の下で、出場機会をつかみ1960年のドイツサッカー選手権で準優勝に貢献。2年後の1962年の選手権では1、FC、ニュルンベルクを下して優勝に貢献し、同年に年間最優秀サッカー選手賞を受賞した。1963年にケルンを退団するまでの8シーズンの間に、 国内リーグ1131試合に出場し8得点を記録した。1963年にイタリアセリエの AC、マントバに移籍すると AC ミラン戦でデビューを果たし4から1の勝利に貢献した。AS、ローマを経て1965年に AC ミランへ移籍。ミランでは9年間にわたってクラブに在籍し国内では1967、68。 シーズンのセリエ優勝、国際舞台では1968から69シーズンの UEFA チャンピオンズカップ優勝、1967から68シーズンと1972から73シーズンの UEFA カップウィナーズカップ優勝、1969年のインターコンチネンタルカップ優勝に貢献した。1966FIFA ワールドカップの アルゼンチン戦でのシュネリンガー西ドイツ代表としては1958年4月2日のチェコスロバキア戦で代表デビューをし4度の FIFA フフワールドカップに出場するなど国際 A マッチ47試合出場1得点を記録した。選手キャリアのハイライトシーンとしては1970年の FIFA フフワールドカップメキシコ大会準決勝のイタリア戦試合終了直前に ユルゲン・グラボースキのアシストから得点を決め、1から1の同点に追いついた場面が挙げられる。試合は延長戦に突入すると、点の取り合いとなり3から4のスコアで、西ドイツが敗れたが、正規の試合と称して語り継がれている。クラブレベルでは1974年に AC ミランを対岸して、古国のドイツへ戻り、ブンデスリーが一部のテニスボルシアベルリンへ移籍したが、 シーズン終了後に現役を引退した。引退後は、選手時代を過ごした、イタリアのセグラーテに在住し、食品会社の広報担当責任者として勤務していたが、2007年に長官出血を患うなど体調を崩したことを、契機に退社した。出展中一ドイツサッカー選手権の成績、中二インターコンチネンタルカップの成績、出展出展。ありがとうございます。